まず桜井さん、今回特使として韓国を訪問した与正氏の態度だったり振る舞い、どのように映りましたか？上出来。興味深かったですね。まずね、時系列で彼女のね、はい、表情とかね、追うとかなり面白いんですよ。最初にその韓国に入った時、非常にこう緊張していたというかね、すごくこう顎をこう上にこう上げてね、上から目線で、ね、見下ろすような、この人はその独裁体制の下でね、金王朝の人間なら、どんなこともね、はい、そのできて、彼女の機嫌を損ねたら、死刑になるかもしれないような、ある意味死臭漂う国から来てるわけですよね。でもうオールマイティの権限を持っている一族の一員ですよ、はい、だから上から目線のね、こうやって見た目線というのはね、そういう冷たさね、氷のような冷たさを私は感じましたね、ところがね、この写真なんかね、もう非常に冷酷ですよね、ところがね、こう時間が経ってね、行くうちにね、今日の午前午後、明日の午前午後っていうふうに聞いてね、表情がね柔らかくなってるんです、柔らかくなってることの意味は余裕を持ってきた、つまりね、ムンジェインさんも韓国の国民も、彼女のペースに巻き込まれているというのをおそらく感じ取ったんだろうというふうに思いますね。で特にその2日目でしたっけね、そのピョンチャンじゃないや、ピョンヤンを訪れてくださいと、その要請する、キム・ジョンウンのね、手紙をこう新書を渡した時の、ムンジェインさんの態度っていうのはもうね、よだれが出そうな顔でしたよね。もう北朝鮮に行きたくってしょうがないっていうのがもう誰の目にもありありとしてましたから、基本的にこれはその行けるというその自信をね、彼女は持ったんではないかなというふうに思いますが、このキム・ヨジョンの訪韓とね、もう一つセットで考えるべきなのがキム・ヨンナムの訪韓なんです、これまた後で詳しくお話をして、どうぞそのままいいですか、儀式の上ではね、キム・ヨンナムはナンバー2なわけでしょ、キム・ジョン・ウンに対してね、キム・ヨジョンさんは妹さんで本当の実力者、いろんなタイトル持ってますけどもね、キム・ジョン・ウンさんの、一心同体の代理と見ていいですよね、本当に力があるのはキム・ヨジョンさんの方ですよ、だけどもその外交儀礼上から言うとね、キム・ヨンナムの方が上なわけですよ。 するとね、今回のこのお二人のね、訪韓というのはものすごくよく考えられたことですね、私はこの訪韓というのはもう昨年の12月の22、3日に急遽決まったものだということを思ってんですけども、それにしてはね、キム・ジョンウンさんというのは天才的にね、悪知恵の働く人ですね、で、キム・ヨンナムを送り込むことで、北のその事実上の対外的な代表ですね、が韓国に来たわけですね、これ2000年にキム・ダイチュさんがね、ピョンヤンに行きましたでしょ、あの時と同じパターンが起きると考えた方がいいんですよ、2000年のあれ6月13日だったと思うんですけど、15でしたか、行ったんですね、で最初に行った時に空港にキム・ジョンイル総書記が迎えに出て、これで韓国の人はもう感激しちゃったわけですよ、もう今までは怖い人だと思っていたのがね、なんか気さくに、笑顔でお迎えに出てくれたというので、もう熱狂的な反応がありましたよね。で、車で一緒に乗って行ったんですが、その後全部と言っていいくらいキム・ヨンナムが代表したんです、例えばその日のその当日の歓迎のディナー、晩餐会、キム・ヨンナム主催で、金大中さんが招かれて、でこれで南北のそれぞれの外交儀礼上から言うと大統領とキム・ヨンナムさん、本当に、外向きの元首ですから、同格のお二人が揃ったわけですよね、で翌日は今度は金大中さんが返礼のディナーをした、ここにはまたキム・ヨンナムが来たんですよ、で 2回のディナーにはキム・ジョンイルは全然来てないんです、それで
3日目にもう帰ります、2泊3日でしたから、うんうん、帰りますよという日の昼食会を金正日が主催をして、金正男と金大中の2人を呼んだんです。ほー、この形はね、はい、外交儀礼上あなたも昔あの外交官だったからよくお分かりだと思うんですけども、はい、外交儀礼上ね非常に形ができちゃったんですよ。なるほど、南北が対等の立場で、はい、代表を出しました、はい、その上に金正日が、当時は金正日が君臨しました、はい、なるほど、これは北朝鮮のヘッドを頂点とする南北の融和なんです、うん、なるほど。でその時の役割を果たしたのが金正男さん、うん、今年90歳、うん、また韓国に行って同じ役割ですよ。なるほど。ですからね、うん、今度そのムンジェインさんが平壌に行くと仮定しますよ、うん、行くと思いますけども、はいはい、その時の向こうの代表は金正男ですよ、うん、じゃ同じパターンになると思いますよ。同じパターンになると。空港にジョンウンが迎えに来る。いやいや、空港にジョンウンが迎えに来るかどうかは分かりませんけれども。はい、でもほぼ現地のピョンヤンに、ピョンヤン日程は、はい、それは要するにキム・ヨンナム氏がその仕切る主催するイベントがつないでいって、形の上の外交上の儀礼ではキム・ヨンナムを表に出すんです。なるほど。このキム・ヨンナムと今度はムン・ジェインさんの2人の上にジョンウンさんが立つんじゃないかと私は思います、ね、でこれはね、はいはい、あの、はい、おそらくそうなるんじゃないかと思うんですけども、はい、うんうん、非常によく考えたシナリオですね、うん、それはあのなんて言ったんですか、北朝鮮から見ると、うん、そういう構図を作ることっていうのが、まあ、体内的にもその、まあ、そういう意味もあるんでしょう。韓国の国民から見た時に、それは見た目、じゃあ前回の時2000年の時にはじゃあキム・ジョンイルさん、ギョン・ジョンイル、当時は委員長でしたっけ、なんだろう、総書記かみたいな。で今回な、はい、キム・ジョンウン委員長もですね、はい、じゃあそれがその南北の指導者に対してその上にいるさらなる絶対的な指導者というような位置づけを韓国の国民も感じるようなその広告効果あると思います。広告効果というよりは、はいはい、あの今回ね、ムン・ジェイン大統領が大統領になった、うんうん、そしてこのような南北共同開催という形にしたということはね、もともとの韓国の保守の人は絶対受け入れない考え方ですよ、うん、なぜこれが受け入れられて、しかし、はい、しかも今ね、60何パーセントの支持率、まだムン・ジェインさんもちょっと下がりましたけどもね、うん、若い世代を中心に、はい、ラップ音楽なんかでものすごくその批判的なラップがこう、はい、百数十万回、あのされてるっていうのは聞きますけども、はい、でもまだあの一般の人たちがサポートしている、うん、これはなぜかというと、うん、北朝鮮の対南工作が何十年も行われてきて聞いているってことなんですね、うん、韓国はもう本当にあの金大中さんの時から、うん、ノムヒョンの時から、うん、韓国という国は生まれてくるべきではなかった国だと、うん、北朝鮮が正当性のある政府なんだと、うん、でムン・ジェインさんは言ってるのはですね、うん、韓国の歴代政権の中で正当性のある政権は3つだけ、金大中、ノムヒョン、そして自分。ほう。ですから李承晩から始まって、うん、パクチャンヒーから始まってね、前途官のテウ、はいはい、この歴代の人たちは何の意味もないってことですね、うんうん、でこの3人の正当性があるとされている、うん、韓国の政権は、はい、特徴がありますよね、うん、新北朝鮮、はい、そして北に対してさまざまな形で物資とかお金とか貢いできた、うんはい、で自分から自ら転んで向こう側に従うようなことが大好きな人、うん、金大中さんだって2000年 の、 あの南北首脳会談をやったことでノーベル平和賞をもらいましたけども、その後に明らかになったことは 4.5 億ドルのお金を秘密資金から出して、うん、このお金であの首脳会談をしてもらったわけでしょ、うん、お金の振り込みがなかった、うん、だからそのために正式の首脳会談が1日遅れたんでしょ、うんうんうん、そういったことがありますよね、うん、だからこの金大中、ノムヒョン、そして現在のこのムンジェイン政権というのはもう完全に北朝鮮の子飼いの政権だと考えていいと思いますね。